皆さんおはようございます。ゴスペルアワー、聖書からのラブレターのお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉とメッセージをゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。イエス・キリストはあなたを愛しています。電話番号 098-988-4782、 沖縄ベタニアチャーチ。世界のベストセラー聖書、それは神様からのあなたへのラブレターです。私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。イザヤ書43章4節。さあ、今日の聖書の言葉を聞いていきましょう。詩編127編、都のぼりの歌、ソロモンによる。主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。あなた方が早く起き、遅く休み、労苦の糧を食べたとしても、それは虚しい。実に、主は愛する者に眠りを与えてくださる。見よ、子供たちは主の賜物、鯛の実は報酬。若い時の子供たちは実に勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は。彼らは門で敵と論じるとき、恥を見ることがない。アーメン。ゴスペルアワー、聖書からのラブレター。 J ワーシップの曲で、山々が生まれる前から、どうぞお聴きください。Thank you.
ここからは恵みあふれる聖書からのラブレター、グッドニュースをお届けします。今日のグッドニュース。おはようございます。糸満市にあるゆいまる教会の牧師の長尾信也です。今朝の聖書のお話をします。今朝はマルコの福音書11章22節をお読みします。イエスは弟子たちに答えられた。神を信じなさい。誠にあなた方に言います。この山に向かい、立ち上がって海に入れと言い、心の中で疑わず、自分の言った通りになると信じる者にはその通りになります。アーメン。今から70年以上前にアメリカのナッシュビルという町で、女の子が未熟児で生まれました。4歳の時に重い病気にかかり、小児麻痺になってしまいました。一生自分の足で歩けないでしょうと診断され、松葉杖なしでは歩けない体になってしまいました。彼女の家族はクリスチャンでした。両親は治療のために定期的に町まで彼女を連れて行きましたが、治る望みはほとんどありませんでした。ある時彼女は、他の子供のように私も自分の足で走ったり遊んだりすることができるようになると両親に尋ねると、そうだね。ただ信じればいいよ。もし信じればイエス様が治してくれるよ。そのように両親は答えました。彼女はこの言葉を信じ、イエス様が自分を杖がなくても歩けるようにしてくれると信じ始めました。彼女はお兄ちゃんやお姉ちゃんの助けを借りて、大人たちに内緒で杖を使わずに歩く練習をしました。12歳の誕生日に彼女は杖を外して診察室の中を一人で歩き回り、大人たちをあっと言わせました。主治医は彼女の回復ぶりを信じることができませんでした。それ以来彼女は二度と杖を使いませんでした。イエス様が治してくれると信じたら本当に歩けるようになった彼女は、次にバスケットボールができるようになりたいという夢を持ち、イエス様に願いました。彼女は足を引きずりながらも学校のバスケットボールチームに入れてもらいました。ある日彼女はコーチのところにやってきて言いました。もし毎日10分だけ長く私にバスケットを教えてくれたら、きっと世界級の選手になってみせます。微笑みながらそう言ったのですが、彼女が真剣であるのを感じたコーチは、彼女に時間をかけて教えるようにしました。すると本当に彼女は素晴らしい技術と勇気を身につけ始めたのです。やがて彼女はチームのベストプレイヤーになりました。彼女が中心になったチームは州の大会に出場するようになりました。ある大会に出場したとき、彼女は国際的な陸上クラブのコーチの目に留まりました。コーチは彼女に走ることを勧めました。自分の足で歩くことができなかった彼女が陸上を勧められたのです。しかし、どんなことでもイエス様が成し遂げてくださると知っていた彼女は、バスケットボールのシーズンが終わると走ることにしました。陸上競技で優勝し始めると、州の陸上選手権大会にも勝ちました。そして彼女は16歳にしてアメリカの最高のランナーになったのです。この時、サリバン賞という伝統ある賞をいただき、アメリカ中が驚きました。それだけではありません。オーストラリアのオリンピックにも出場し、400メートルリレーのアンカーを務め、銅メダルを取りました。それでも彼女は満足せず、さらに4年間一生懸命努力を積んで、1960年のローマオリンピックに再び出場しました。そこで彼女は100メートル、200メートルで優勝し、そして400メートルリレーでアンカーとなって優勝しました。さらにそのすべてのタイムが世界記録を更新していました。全く歩けなかった女の子が
イエス様を信じ続けた結果、世界最速の女性になったのです。彼女の名前はウィルマ・ルドルフと言います。歩けなかった金メダリストです。何かにチャレンジすることを恐れている人はいませんか？イエス様があなたを助けてくださいます。今朝の聖書の言葉は、信じる者にはその通りになりますと言っています。イエス様が助けてくださると信じるなら、あなたの人生にも大きな奇跡が起こります。今日もラジオをお聴きの皆さんに神様の豊かな恵みがありますように。アーメン。カナンハウスオブプレイヤーの曲で、我が愛する者、どうぞお聴きください。美しい人よ。
ゴスペルアワー聖書からのラブレターはいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛み、肉体の病、また霊的な相談を受け付けております。問題でお悩みの方は那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後7時半から行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号 098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 また沖縄ベタニアチャーチのホームページからメールで質問や相談も受けたまっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー聖書からのラブレターは毎朝放送しています。また明日同じ時間にお会いしましょう。